国鉄キハ55系機動車。キハ55系機動車。キハ55系機動車は、日本国有鉄道、国鉄が、準急列車用に開発した機動車である。キハ55系の故障は、国鉄の正式系列故障ではなく、同一の設計思想により製造された形式を、便宜的に総称したもので、具体的には、申請者である、キハ55系。 木四44800系、木二26系、キロ二25系、二25系及び、派生形式の木油二26系、木に26系、木に56型を指す。また本校では本系列の基本設計を踏襲して、製造された私鉄向け同型車についても解説を行う。優等列車向けとしては、国鉄最初となる準急型機動車で、 1956年から1960年にかけて486両が製造され、日本各地に配置された。在来の蒸気機関車、牽引列車を走行性能でしのぎ、客室設備面でもほぼ同等の水準に達した。勾配線区やローカル線でも高速運転を可能としたことから、日本全国に機動車準急のネットワークを作り得る原動力となった。 1950年代後期から1960年代初頭に本系列で運転開始された地方線区の準急急行列車は日本各地で運転される現行のローカル特急列車の前身となった事例が多数存在しており、それまで感染主体であった優等列車サービスを地方の四線急路線に拡大させた車両としての歴史的意義は大きい。 最初に投入された、準急、日光日南当初は、日光型機動車とも通称されたが、その後同列車に投入された157系電車が、日光型電車と呼称されたため、その後この名称は衰退した。日本国有鉄道、以下、国鉄は1953年に総括制御が、可能な普通列車用機波4万5000系、液体式機動車の量産を開始した。 百六十 p s 級 d m h 十七バイトディーゼルエンジンを行き、搭載し、平坦路線では、蒸気機関車牽引列車を乗馬する走行性能を確保したが、勾配路線では、出力不足であった。1五十四年には、出力強化を目的に、d m h 十七バイトを二機搭載とした、キハ四万四千六百系、後のキハ五十型が二両試作され、 急行バイク間のある関西本線での使用が実施された。結果は良好で25パーミル高バイト半の均衡速度は1エンジン起動車での時速2 3トルから44,600型のみによる2エンジン車編成では時速4 1トルへと劇的に向上した。同型を用いて1955年3月から運転開始された準急列車は名古屋港町。 現、JR 南ンバー約 180km を3時間未満で結び、従来に比して大幅な速度向上を実現した。同型には、通常型機動車に比べ全長が 2m、長いゆえに分岐器の安全装置作動の支障があった。ものの、キハ44700系、後のキハ51系では全長を 20.6m に、抑えて分岐器問題を解決した。 エンジン2機搭載車の実用化で走行性能面は改善されたものの、キハ1重系は以下に挙げられるような、決して快適な車両とは言い難い課題を抱えていた。上述問題点の中でも、ことに、車内設備は普通列車用としても低水準だった、ことから、抜本的対策が求められた。1955年に、国鉄は、当時スイス連邦鉄道、 スイス国鉄で1000両以上が量産されていた軽量客車を参考にした画期的な構造車体を備える重、軽客車の製造を開始する。同系列客車は、セミモノコック構造、プレス鋼板溶接組み立て台車、内装への軽金属やプラスチック等の採用により、在来車に比して、寸法と定員は同一ながら30%の軽量化を実現した。 そこで軽量化対策が最重要課題の一つであった、機動車についても、この設計手法を応用することで居住性の改善が期待され、車体寸法や接客設備を従来の客車並みの水準まで引き上げた、新型準急機動車の開発が始まった。翌1956年には、東武鉄道1700系特急電車による日光特急との競合で苦戦を強いられ、 営業面からも抜本的対策が特に強く求められていた日光線、準急列車向けとして、行量三社が投入されることとなった。これがキハ44,800系、44,800から44,804で、三等車のみ御御が製造された。1軽客車同様のセミモノ国構造を採用し、電車、客車同等の車体顔面大型化を実現しつつも、 重量増大を抑制、居住性を大きく改善した。21.3メートルの全長は、電車、客車をしのぎ、カーブや分岐器通過に、支障のない限界いっぱい地に設定された。以後この全長は、国鉄在来線旅客車における、最大基本規格として、現在の JR 各社まで踏襲されている。初期生産者は、キハ44,700型を一回り、 大きくしたような外見と以下の特徴を持つ。客室は客車同等の大型クロスシートを配置し、窓側壁面には重軽客車同様のビニール製ヘッドレストを設けた。車内照明は竣工の段階では従来、通り白熱等が採用された。トイレも重軽客車同様にデッキ車単寄りに設置した。トイレ対抗部には水タンクを設置。客用ドアは やや狭幅で、デッキと客室の間には仕切り扉が設けられたが、縦型シリンダエンジン搭載で客室床にエンジン点検外が残されたため、エンジンからの騒音や周期の完全遮断には至っていない。排気管は、車体中央部両側壁面に立ち上げられた形状となった。このため、当該部分は、遮熱、遮音のためのカバーが太い柱のようになり、 ボックスシートの削り同士の間にレッドスペースが生じ。DMH17 バイトエンジン、160PS、1500rpm と TC-2K 液体変速機を搭載する台車はゴムブロックを枕羽根に使用する DT19 型を装着する。等級については製造開始時に順ずる。2エンジン型3等車。本系列の基本形式である。 キハ55型は急行バイク間でも必要な性能を得るために2エンジン方式で製造されたが、1950年代、後期は1エンジン起動車で十分な性能が得られる。平坦路線でも、非電化区間は多かった。このため、製造コスト抑制による起動車加速進を目的に、キハ55系の平坦線向け仕様として1958年から製造された1機エンジン3頭車が、 本形式である。エンジン周りを除いた仕様は、室内設備から大枠まで共通化されており、キハ五55型への改造も可能である。本系列登場当時は、一部の準急列車で二等車の需要もあったため、当初それらの列車には重軽機動車の2.3等号作り車で、あるキロハ18型を充当していた。キロハ18は二等座席のシートピッチ拡大や、 洗面所装備など優等者としての設備を整えてはいたが、元来が、強幅車体の重軽在来車では、根本的な居住性に難があった。これを代替する車両として1958年から製造されたのが本形式で、全車新潟鉄工所が製造した。この時点では、全室に当社とするほどの需要が期待されなかったことも、あり。 キロ波18型を踏襲した2.3統合作り車となった。本形式はエンジン2気搭載のキハ55型との根血が前提とされたことからエンジン1気搭載とした上でキハ26型を基本とした型運転台にデッキ構造を採用したが以下の点で得意性がある。一等車としては冷房装置がなく座席がリクライニングシートでないなどアコモデーションが 陳腐化したことから1965年以降に、キロ28型への置き換えが行われるようになり、1967年から1969年に、車体、座席には全く手を加えることなく全車が、車両番号、原番号プラス300と式9 26型への格下げ編入が実施された。機動車準急の運用領域拡大に伴い二等座席の需要も増加したことから、 全車帝国車両で1959年から製造された国鉄機動車初の全室系二等車である。本形式は、キロハ25では輸送力の足りない列車に充当する目的があったが、当初は新設された準急に充当され、増備に伴って本来の目的を達成した。座席は、キロハ25系の二等室同様回転クロスシート、トイレ、 洗面所は通常通りの連結面側配置である。キロハ25系同様にアコモデーションの陳腐化から1967年から1969年に車内はそのままの状態で全車が車両番号を原番号をプラス400と式市二十六26型への格下げ編入が実施された。キロハ十五型を百六十七年から百六十八年に かけて、全室普通車に格下げし、原番号プラス300の改版を実施したものである。車内設備は、キロ波25系時代そのままで使用されたが、1973年から1975年に、かけて、郵便荷物車、キユニ26型へ13両、キニ26型に2両が改造され消滅した。 キロ25型を1967年から1969年にかけて普通車に格下げし、原番号プラス400の改版を実施したものである。車内設備はキロ25系時代そのままで、主に急行列車の普通座席指定車として使用された。その後、キハ58系の冷房過進直に伴い、普通列車での運用が多くなり座席も決闘。 エンジからブルーに張り替えた車両も存在する。1976年から1977年に21両が、工術の基ハ2 6系6 0 0番台に改造された。ほか、1976年から1980年に、かけて7両が、基ユに26型に改造された。本区分番台は1980年から1986年に、かけて廃車された。 通勤輸送用都市的派2 6六4 0 0番台の座席全部または一部をロングシート化したもので1976年から1977年に小倉工場現 JR 九州小倉総合車両センター及び鹿児島車両管理所現鹿児島両センターで21両に改造施行された。落成後は 601から616が東から月動車区に配置され、地区非線で運用された。1977年改造の617から621は、中央部に16名分のクロスシートを残存させ、鹿児島地区に投入された。晩年は塗装も一般系機動車と同じ朱色5号の一色塗りに変更され、1983年から1986年に、 かけて廃車された。1973年から1980年に、キハ26系25両を郵便荷物車に改造したものである。種車は、キハ26系の各タイプにわたっており、改造年次試行工場による形態変化が見られる。また、投入線区も、北海道から九州まで、日本全土にわたる。 1984年から1986年にかけて廃車され形式消滅した。1973年から1975年に、後藤、名古屋の各工場においてキハ26系4両を荷物車に改造したものである。荷重は13トン、主車は300番台と一時量産車霊番台。1984年までに廃車となった。 1971年から1978年に、大宮、長野、多度津の各工場においてキハ55系4両を荷物車に改造したものである。荷重は15トン、主車は3のみがキハ55系2次車、0番台で、スタンディングウィンドウに5歳の 2R を持つ。その他は100番台車である。1986年までに廃車となった。 1956年10月、予定通り日光線準急日光に先行試作車が投入され運用を開始した。しかし日光での成功は大きな実績となってこれ以降も本系列の量産は続けられ全国各地で気ハ55系を用いた準急列車が新設されていった。体幹大切構造ではないが、 北海道でも1960年から翌年にかけて、函館本線急行、スズランで運用された。現当期には本系列は、本州に戻され、二頭車は一般軽車両のキハ22型で代替したが、代替車のないキロ25型は、国間の中でも無理をして運用された。また、後年、体幹設計でないにもかかわらず少数の本系列が、苗機関区、原、 苗棒運転所など、北海道内に配備され、道央県の普通列車運用にも充当された。当時としては、優秀だった高速性能を生かし、1958年4月には、不定期ながら、国鉄初の機動車急行列車、光が、九州地区で、さらに同年9月には、初の機動車定期急行列車、宮城野も、運転開始さ、本系列が充当された。しかし、 1961年からは、急行列車用のキハ58系が製造開始され、居住制に劣る本系列の優等列車での運用は徐々に縮小された。1966年3月には、100km を超えて走行する準急はすべて急行列車取る、制度改正を実施。1968年10月のダイヤ改正で、準急列車が全廃され、 本系列における本来の用途は失われた。その後はキハ58系と共に急行列車でも運用されたが、キハ58系に比べ車体幅が狭く冷房化も施行されなかったことによる接客設備の見劣りから、1970年代以降は優等列車運用が減り、地方ローカル線の普通列車運用に転じ、 国鉄分割免営化直前の1987年2月までに全車が廃車となった。保存車はない。本系列は比較的長く国鉄で運用されたこともあり、私鉄への払い下げ車は存在しない。ただし、私鉄独自に同系車を新造した例が南海電気鉄道と島原鉄道の2社に存在する。いずれも国鉄の準急列車への併結を目的に、 申請されたもので、国鉄車との総括制御が可能であり、基本的に接客設備も同等とされているが、国鉄車には存在しない乗運転台車、空気バネ台車、冷改造など、各社の独自性が参見できる。南海電気鉄道では、戦前の南海鉄道時代より、鉄道省からの借り入れ客車を自車線内は、電車で県引、和歌山からは、 鉄道省の客車列車に併結するという形態で、規制再選への直通運転を実施していた。戦後は、自社発注で、国鉄正式客車と同等の佐波4801、軽客車を新造して、この直通運転を再開した。その後、1959年に、国鉄規制本線が全通すると、南海本線からの直通列車の需要増が予想された。 このため、新たに設定された規制線機動車準急、南紀に並結して、南紀方面への直通運転を実施すべ、キハ55型に準じた、エンジン2機搭載車を自社発注で新造することとなった。これが片運転台車のキハ5501型と、両運転台車のキハ5551系である。基本的に国鉄キハ十五系百番台と共通設計であるが、 座席指定列車として運行される関係でキハ5501型と定員を同一にすることが要請された。このため両運転台のキハ5551型は、出入ダイブとその座席配置に独自設計が施されており、国鉄車にはないトイレなししようとされた。その他共通した特徴としては、総下部の2カ所に南海所有者であることを示す。 安ど式表示が装備され、車両限界の小さい南海線内での運行に備え、側窓の下部に保護棒が設置された。塗装は当初は全体を淡い黄色とし、雨戸いと倉庫に細い赤帯を入れた、いわゆる純給色で竣工したが、後に、平結相手である、南紀木の国の急行格上げでクリーム4号赤11号の急行色に変された。 1959年7月にキハ5501.5502、同年9月に検査予備を兼ねるキハ5551がそれぞれ、堺市の帝国車両工業で申請されたが、キハ5501.5502は、新潟鉄工所で国鉄向けに製造中であった、構え体を購入し、南海用に仕立て上げたものである。その後利用客が増加したことから増便が図られ、 1960年に、キハ5503.5504552。1962年に、キハ5505.55535554が増備され、両形式合わせて給料が製造された。運航開始時には当初計画から予定が繰り上げられた。結果、南海車内での乗務員要請が間に合わず、南海本線。 南波和歌山市間については1959年8月20日までの約1ヶ月間が同じく国鉄乗り入れ用として使用されていた佐波4801系客車同様エンジンをアイドリング状態にして2001系、電車3両で牽引した南海線内は特急扱いとして2両あるいは3両編成で単独運行され東和歌山、現和歌山からは 天王寺八着の準急急行列車に併結されて、全席座席指定者扱いで白浜口、現、白浜あるいは新宮で運行された。キハ5505が、踏切事故のため両者に先駆けて1973年に廃車され、関東鉄道に譲渡されて、キハ755となった他は、その後も南紀直通急行、紀の国で運用された。 国鉄側の急行列車は1961年以降、キハ58系に変わり、1969年以降は、冷房化も順次進められたのに対して、キハ5501系、5551型は、全車エンジン2機搭載で発電セット搭載スペースがないため冷房化機内事情もあり、帰省本線、和歌山新宮間の電化が完成して特急、 黒潮が381系電車化、増発された1978年10月ダイヤ改正以降、ナンバ着の木の国は、減便が順次実施された。そして1985年3月ダイヤ改正で、当時機動車急行のまま残存していた木の国がすべて485系電車の投入により、特急、黒潮に格上げされたことで、閉結対象列車が消滅。 この結果南海が車線内で運行していた特急列車のダイヤ整備に伴う運行休止を名目に南海線直通ナンバー8着の木の国を廃止。用途喪失後の2形式は同年5月に全車廃車。直ちに解体処分された。島原鉄道、島鉄では1958年から木波20系自社発注車を使用して長崎本線。 諫早長崎間への直通運転を実施していたが、国鉄の準急列車への並結を実施するため1960年に、国鉄キハ26系、ハ55型に準じた機動車を製造した。これが、島鉄のキハ26系、キハ55系であり、1960年にキハ26系2両、2601.2602、が新三菱重工業、現、 三菱重工業で、キハ55系4両が、帝国車両工業、5501.5502、富士重工業、現、スバル、5503、新三菱重工業、5505、で、1963年にキハ55系1両、5506、1964年に、キハ26系1両、2603、が共に川車両、現、 川崎重工業車両カンパニーで申請され、国鉄準急や急行、出島、弓張りに並結し、博多、小倉への直通運転を実施した。いずれも、両運転台車であり、キハ26型には、座席定員をキハ55型と同一に保ちつつ、苦しい配置ながらもトイレが設置された。1960年製造車は、空気バネ台車を装着。 最終増備車となった1963.1964年製車は、国鉄機波58系のみに全消灯を、シールドビーム二等式に変更し、全面上部左右に振り分けて設置したほか、台車も、国鉄向け同系車と共通の DT22 系、TR5 系相当に変更された。1970年代に入ると、平結相手となる、 国鉄側の急行機動車の冷房化が進捗したこともあり、引き続き博多直通の急行列車として使用するキハ26型に対しては、1972年に3両全車が電源エンジンと AU13 型分散式冷房装置を搭載する改造を施行されたが、1980年10月のダイヤ改正で国鉄直通が廃止となったため以後は、 自社船内のみで運用された。一方、キハ55型は、比例房かつにエンジン車のままで、国鉄線の急行列車の冷房化が完了した1973年以降は、長崎直通の普通列車の運用に充当され、国鉄直通が全廃された1980年以降は、こちらも自社内運用に充当された。1994年からキハ2500系の増備により、 廃車が開始され、キハ26型は1997年に、キハ55型は2000年に全廃された。前述の南海電気鉄道キハ5505を譲り受けたものである。上都時に、西武所沢車両工場で座席のロングシート化と、客用扉の増設が施行されたが、車体中央部に廃棄管が存在したため3、扉化できず幅 1300mm の、 両開き扉を、排気管を避けて、車体中央部に2カ所増設し、1975年に、竣工した。このため、機動車としては、異例の片側4、扉車となった。元小田急機派5000系機動車の機波751、合田などと共に2エンジン車であることから、上層線で、トレーラー車の菊配置系、キサハ65型などと編成を蘇生して、運用されたが、 1989年に廃車された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。